プロミス9のライブ配信中のある発言がコミュニティで大炎上しています。プロミス9は2月11日午後、ネイバー V を通しライブ配信を行いました。その時リーダーのイ・セロムは放送が始まったことに気づかず、もううんざり、早く家に帰らなくちゃいけないのにと漏らしてしまいました。すかさず隣にいたソン・ハヨンが放送が開始されたのを耳打ちで知らせると、セロムとメンバーは何事もなかったかのようにこんにちはと元気を挨拶しました。その後、彼女がライブ配信をめんどくさがっているのではないかという意見が出て掲示板が炎上しました。イ・セロムのインスタには、もううんざりって発言説明しろよ、うんざりして大変でしたね、この方がファンとのライブ配信でうんざりしてるって言った方ですよね、などの批判のメッセージが相次ぎました。これを受けてイ・セロムはファンコミュニティ Weverse に、うんざりだって言ったのはコロナによる自己隔離に対しての発言だったと説明文を投稿しました。自己隔離が終わった後、久しぶりにメンバーに会ってこれまで話せなかったことを話していました。いつもメンバーと一緒に仲良く生活していたのに、外に出られない状況にうんざりして死にそうだったという意味でした。ソヨンの陰性結果が出るまで寮に入れない状況でした。ソヨンのことが心配になり、また早く寮に戻りたいという言葉が出てしまいました。ファンの皆さんと久々に会える機会だったので、いい姿を見せたかったのに、私の不注意で驚かせてごめんなさい、今後はさらに気をつけますと謝罪しました。実際メンバーのイ・ソヨンは今月4日新型コロナウイルスの陽性と診断された後、番組収録をすべて取り消し治療に専念していました。そしてイ・ソヨンは12日完治を発表しましたが、ライブ配信当時は彼女と同じ寮に住んでいたイ・セロムは実家で自己隔離中だったため、寮に戻ることはできませんでした。しかしイ・セロムの説明にもかかわらず、一部では彼女の説明は嘘だと反論しています。まず実際にはうんざりだって言ったくせに、説明の文章にはうんざりだったと書いてある、すでにイ・セロムの自己隔離は完了していた状況だったため現在形で言ったのはおかしい、そして発言の中の家の意味が寮という意味だったとしたら、本人は現在自己隔離をしていない状況のため、ソヨンの自己隔離がうんざりだと言うべきだった。そう考えると、彼女の発言は当のライブ配信がうんざりだという意味になる。確かにイ・セロムの発言後、他のメンバーの空気が明らかにおかしかった。発言後、隣のメンバーが今放送中だよって知らせていた。しかしイ・セロムを擁護するファンからは、前後の事情が切り取られて流れている、ちゃんと確認もせずに加熱しすぎている、仕事だからそりゃうんざりしてるかもしれない、常識的に考えて他のメンバーもいる状況でそんなこと言うか、など彼女の説明に問題がないという意見もありました。